いやー、やっぱ最後の最後で、いかに麦という男が 強いかというのを分からせられましたよね。見ていきますか、オーダー。見ていきましょうさあ、か。セット2、1V1 はこちらです。さあ、き来ましたね。た。さあ、麦タン VS タ。さあ、こちらの試合、麦タンチームが勝てば、そのままセットカウント2対0で決勝進出。互いに動きませんね。KO 1見たさもありますからね、そうですやビね。グ側からすると。ちょっと見てみたいですはね。い、まずはゴルナイからのスタートです。ハンター、ハンター、結構珍過去はしい。ね、トリトンハンターのコンボはがあい、ったロイヤルジャイアントのデッキもありましたけど、エビスピさえも見ると、ター選手はロイジャイデッキが濃厚。ここはウッドでの防衛です。これ削りというところでしょうか。右側のメンツ見ると、はい、エレジャイデッキ特徴してましたね。まさかの右側が使ってくるっていう。結構大型使わなそうなイメージが。うん、過去ポノスに入ってた時になんかラバハウンドをおもむろに使ってた時があるんですけど、まあ、得意なのは高回転デッキですから。そうですよね、まあ、高回転の方がよりこう自分のペースに持っていきやすいっていうのがありますね。ちょっと巨大ユニットがあると、まあ、一撃必殺ではないですけど、ちょっとこう個人技よりはよりこう自分のタワーを犠牲にしながらはい、考えなきゃいけない部分があるので、ちょっとまた違ったね、そうですね、ロ手ジッ数クががある。少なくなるんでね。クエイク型ですね、しかも。そしてロイヤルジャイアントは右サイド、先にダッシュをしていくムギッタン選手、ダメージ許容してトリトンで吸収。防衛施設が、さあエレジャイ引っ張ってこいと。ここはうまく墓石も使ってハンターで防衛です。ここはハンターがうまく機能して守れましたね。確かエレジャイ出始めの時ってハンターフルに全部カウンター食らってありましたね。一発一発に反射ダメージがあって ありましたよ。消し飛んでましたね。さあ、ウッドでの削り、なかなか渋い戦いになってきましたね。このなりました削りをね。どう入れるかみたいな。メガゴが多分ター選手が稼ぐと、はい、何もできない、ハンターつけるしかないので、消しておきたかったっていう。はい、概念さあミラー来ました。ミラーエレジャイ、トリトンの横にうまーく墓石を置きました。中央受け、ただ、まあ、ゴル内でのダッシュがやや入って2168まで削られています。タワーに届いています。ちょっといい防衛ですね。ユニットも残って、ここからのカウンターどこまで持っていけるか。ライトニング、トリトンのダメージが入りました。さあ、ソウルコールからのスケルトンでのダメージを期待しました。いや、ここからミラーエレジャイ出せますからね。どう防衛するか。やや左受けの墓石、ハンターはボンバーに対してのプレッシャー、ゴルナイ追加で右サイドの防衛が難しくなったか。ウッド中央受け、トリトン、ただ左サイドには大きなダメージが入っている。墓石まで追加した。そこにはアースクエイク、メガガーゴイルを処理することはできません。ムギッタン選手がまずは1本獲得していきます。このエレジャイデッキ刺さりましたね。あの時ね、なんか発想があって、でその後なんか、あの時ラット選手が LCQ で勝って世界大会行きが決まった時に、みかん坊や選手とかとご飯食べて、これ強いんじゃない、いつか来るぞみたいな話があって、案の定来ました。来ましたね。あそこからミラーの強化が入りましたからね。確かにレベルが2個上がるって思って、結構エレジャイもそれでなんかより価値が上がりましたね。さあ、来ました。ファイヤーボールを採用しましたが、ホワリング砲の採用です。ファイボ枯渇型のラバラバです。デッキ対するチーム麦、これ2.65ですね。この特徴は今の時代の2.6来ましたね。どうなんですか。でも、もうなんか今はもうほとんど使われないデッキの一つっていう話そうではすね、なんあかると思うんですキョスケホグとかの方が使われるので、まあ、エレジャイとなんか対になるデッキを持ってきましたね。デッキパワー自体はだって別に非常に強いわけではないですからね、今は。もっと強いデッキがあるあから。りますね。こうなると、ター選手のラバデッ
キの方が相性良さそうには感じます ね、はい、さあホグライダー左サイドスプリンは宝石、そして宝石が餌になりながら右サイドトールコールは放てませんが、マスケット重視をどう延命できるかですよね。ただそのスケドラとかホバリング砲がディガーファイアボール綺麗に入ってきます。ただマスケは延命できました。このマスケ残ったのでかいですね。でかいですね、はい、ただいいファイアーボールが、うん、こうなると、まあ、ター選手は東映にインドラとかをつけてプレッシャーかけたいと思いますね。そう思うとさっきのファイアーボールノックバックディガー削り読みの大砲神でしたね。いやそうですねやばいですねあれあんなとこ置けんだと思いましたよね。迷わず置いてましたもんね。ここからどうラバーを処理するか、まあ、ファイボだけだとマスケ処理できないんでね。このホバリング砲もかなり厄介でしょう。ファイアーボールはホバリング砲に切りました。ホグライダーのダメージは1発2発と入っていきます。3発目、さあスケルトンキング後ろからのインフェルノドラゴン、ラバーハウンドの体力は削られます。エリクサーコスト6になった瞬間ディガーでマスケット重視、これは一発が入ったのでファイヤーボールでも削れる体力になりました。さあカウンターのホグライダー、ホバリング砲と中央の墓石、そこにウッドを放って一発を通していきます。このあたりも非常に丁寧なムギッター選手。こうなるとラバ側は組むのに時間かかるのでチャンスは1回ぐらいですかね。ラバ側右サイドホグライダーで削っていきます。今のタイミングでは左サイドに振りませんでしたね。そうですね、ユニットで一気に受けられるのも、まあ、インドラ処理できるっていう、はい、マスケットがいるときにホグをつけることでプレッシャーかけてますね。スケルトンキングは左サイド先置きのホバリング砲、ちょっとホグライダーも怖かったんでしょう。スケルトンドラゴンはダメージを入れていますがファイアーボールホグライダー削り残り354、圧倒的にムギッタの選手が有利です。最後の攻撃ホグライダーを飛ばすことで圧力もかけられるので墓石受けなんとか止まりました。さあディガーを入れてファイアーボールまで入れたい、防衛のファイアーボールでラバパピーを処理、追加のアイスゴーレムでよりマスケット重傷延命です。ウッド削り、まだ削れない体力なのでホグライダーを飛ばしていきます。ファイアーボールノックバック、さあ残り31、ウッド削りに入ります。ムギッタン選手の完璧な立ち回りで2対0、セットカウント2対0で勝利を収めました。いやこれ26ってラバーに勝てるんですね。バンビワンのオーダー見ていきましょう。こちらです、はい、来ました。さあお互いおそらくそれぞれのチームで一番自信のあるプレイヤーが出てるといったところで、チームイサパロンからは一世、うん、対するチームムギッタンからは、準決勝というムギが出てくると。怖いですね、これムギが使うデッキちょっと 見えたかも。あ、何ですかスパーキーミラマジですか。いやなんかありえそうじゃない、配信見てて配信見てて行きますみたいな、行きますわみたいな、それありえそう。もしかしたらです本当にまだ見てたら来そうですね。アドリューでよかったよかったよかった、ちょっとアドリューに対してはマイティディガー、これは一世選手マイティディガーが入ったラバハウンドバルーンとかを、うん、対策の対策として使ってたのでそのデッキの可能性もあります。高回転のドリル、そしてチャンピオンイル、高回転ドリルでいきました。ここは本来の高回転デッキできました。さあここの受けはないのでダメージは許容です。トルネードでキング起動、じゃここからラバハウンド展開、そうですね、まあ、先ほど受けたダメージは貯金にしてからのラバハウンド、ここどのくらい受けるかですよね。やなめおそらく、はい、麦側にインフェルノタワーがそうですね入ってるので、ここへの対処をじゃあどうするか次の課題ですね。ザップを打ってターゲットチェンジ、ただマジックアーチャーの遠距離からの射撃、今のスケルトンドラゴンに何もしないのを見るとおそらくファイアボールは麦側は採用してないですか、ね、
バルーンまで加えていった。これは投下効果になるかというところでの大きなダメージ、ダッシュからのダメージでタワー1本もう目の前となりました。トルネードで守りきるという判断で仕掛けてきましたね。ただラバハンドデッキが2倍から形を組めば全然突破力あるので、いやここは1本譲る形になりました。いや相当いいカウンターのゴールドナイトでした。後ろから形を作ります。ただこのマジックアーチャートルネードを突破さえすれば、まあ、インフェルノタワーはおそらく物量で押せるので、矢の雨採用、マジックアーチャーはザップで処理、追加のマジックアーチャー高回転で回ってきます。ここは一旦立て直して次のラバハンドで、防衛甘えがありません。ウッドで回してまたマジックアーチャーのターンまで回ってきます。先置きのインフェルノタワー、そして2周目、なんなら3周目のマジックアーチャー、トルネードで吸っていく。ターゲットを誘導しバルーンを追加していきますが、矢の雨ザップでキャンセル、しかし防衛のゴブリンドリルによってバルーンは届きません。いやここは完璧なゲームメイクで一本取りました。麦ったんのタワーほとんど削られることがありませんでした。もう一斉選手が新エタグ、うん、ロイヤルボールを使ったりとか、ね、確かにそれはでも食いつけそうですね。食いつけそう、はい、ホグライダー来た、ピッカー来ましたね、来ましたね。ここはノーダメージ防衛、ホグ対ペッカですね。形にもよりますがテスラは珍しい、珍しいです。ライトニング、多分ラバハウンドとかも見るセラ採用ですかね。いやーいやらしいロケホー、いやーうまいな。アチャクイ型ではなくロケット方式、はい、これどうなんですかね、本当にもう分からないんですね、相性とかも。多分ペッカラムが来てもおかしくないっていう中で多分選んでるんですね。そうですね、ロケット方式にしてるのは間違いなく意識はしてると思います。まあ、ただこうペッカのサイクルとホグのサイクルはずらさないといけないので、ホグのサイクルの方が早い分2周目は通るというような方針で回してはいます。ラムライダーで誘導、だからライトニングで防衛施設は突破できるので、はい、ただこのホグライダー3回目ペッカは間に合いません。一斉選手からするともう序盤は耐えないといけない、うん、あとここのキング軌道の恐怖が、ムギッタン選手からしてもペッカを超え、あとはラムを超えなければいけな い、 いう、はい、そうですね、うん、2つ使わせるか使わせられないコストまでユニットを咲かせるか。おそらくクエイクホグなのでムギ選手はそこがどうなるかですよ。ユニットはペッカラムがたまると思います。バルキリー、そしてホグライダー、施設がないので止めるのがやや難しい。ユーノのチャージダメージは入りません。ホグの大きなダメージが入りました。クッションでスケルトン、ロケット砲士が延命、ここはちょっと高めの位置だったのでキング起動ができません。雪玉手前にノックバック、そして右サイドラムライダーでコグライダーのダメージはやや回避できました。ただラムライダーがやっぱ弱体化されたのも含め、うん、もう1枚出さないといけないですからね。左サイドはエレクトロイザーのダメージが入っていきます。さあここから一斉選手はベビードラゴン中央受け、高めのテスラです。まだまだ HP 残っているのでここから全然逆転ありそうですね。スグライダーに対してはエレクトルイザーが早起きしたのでこれは一発だけで済みます。ロケット方針をどう突破するかが課題ですね。延命されると相当厳しいですよね、はい、バルキリーホグライダーロケット方針、ベビドラだけだと難しい。ユーノのダメージと雪玉でノックバック、ユニットがかなり残ってます、ね、ライトニング加えた。さあペッカ一人歩き、中央受けのスケルトン、バルキリーが盾を張っているのでベビードラゴンのダメージはスケルトンに入りません。
ユーノとエレキ、この防衛でノーダメージ。ただそれでも7コストを使わざるを得ない、そんな防衛になりました。さあタワーへのダメージは入ります。3倍タイムからヘッカラム側のユニットがたくさん残って、ライトニングとか雪玉が飛び交いそうなんで、ここどんくらい耐えれるかになりますね。雪玉ベビドラユーノ、一発のダメージが入って906のタワーの体力になりました。さあペッカを置く隙間がここから生まれるのかというところでしょう。さあ3倍タイム、3倍タイムです。ラムライダー同サイド、これは完璧です。しかしターゲットが2つあるので進行速度はやや早め。エレクトロイザーとユーノ、そしてラムライダーそのまま突進、どこまでユニットを貯められるか。逆サイドホグライダー、そこに対してはラムライダーです。さあ対面処理ができます。エレクトロイザーとローリングバーバリアン、ラムライダーの形を作り、左サイドはバルキリーが残った状況、またホグライダーが飛んでくる可能性がある。ロケット方式テスラで中央の防衛、そして左サイドはベビードラゴンの防衛です。右サイドにホグライダーが飛んできました。ここはラムライダー同サイドの防衛、ここも完璧な防衛になりました。さあここチャンスですよ。チャンスが訪れるか。ユーの左サイド、ローリングバーバリアンを中央に、ユーのチャージダメージ右サイドに流れていく。右サイド、ここホグライダーとラムライダーの逆サイドの攻撃、ホグが一発、二発は入らないが残り5秒、ラムライダーのダメージは届きません。ライトニング打ちますが左下クエイクが入っています。ムギッタン選手高回転で勝利を収めました。ストレート勝ちで優勝です。さあここ第1回ドラフトオールスターリーグ初代優勝チームはチームムギッタンです。おめでとうございます。おめでとうございます。いやーやっぱ最後の最後でいかに麦という男が強いかというのを分からせられましたよね。これが昨年度の世界一。